カズマのこいちゃーんということで、今日も始まります小泉一馬トークチャンネル、長野市議会議員小泉一馬がお送りいたします。こいちゃんでございます。さて、ちょっと今日はね、冒頭ね、いきなりこんな手書きでしょぼいコマーシャルであれですけども、なんと小泉一馬のオフィシャルサイトできましたので、小泉一馬 .jp、ね、ここにちょっとアクセスしていただきたいと思います。生かすサイトができたと本人は言っています。今までね、ブログとか何ですか、YouTube とかね、あと Twitter とかね、まあいろいろコンテンツ作ってたけど、一つで見られる、人とかので見られるようにしましたので、どうかご覧になっていただきたいと思います。小泉一馬からの冒頭お願いでございます。で、ね、今日のネタね、はい、これで、議会改革に必要なものとは何でござるかということでございまして、これね、皆さん何だと思いますか、議会改革に必要なもので。まずね、議員のやる気だよって、それはそう思いますよね。小泉もそれは間違いだとは言いませんけれども、でもね、やっぱりね、それだけじゃダメなんだっていうことを今日はお話しさせていただきたいと思います。どういうことなのか。まあね、長野市の、ね、議会もね、いろいろ議会改革に資することをやっておりまして、ちょっとこれめくっときます。やっておりましてね、これなんかね、割と広報なんかもしてるんで、注目されてるかなと、注目されてるといいなと小泉は思っていますが、長野市議会としての報告会っていうのをね、去年からやってます。で、去年1回、今年2回目で、去年よりもね、お見えになった市民の方がいっぱい出したなんていうことで、ね、議員もね、みんな、お、やったやった、成功だ成功だ、頑張ったよな俺たちっていうことで気を良くしていましたけれども、でもそれちょっと待ってくださいって小泉は言いたいんです。それね、本当に議員だけの力でね、できたことなのか、どういうこと、何を言いたいのかっていうとですね、これなんですよね。マンパワー、事務局の職員、長野市議会の事務局っていうのがあるんですね。つまり議員のね、お世話を焼いてくださる長野市の職員さんたちいるんですよ。長野市議会事務局っていうところにね、いるんです、いらっしゃるんです。で、そういう方々の裏方の力、絶対ね、議会の運営には必要なんです。これ、ね、下手したらね、議員の誰かよりは議会の事務局の方がもう不可欠だなっていうことが、まあ洒落としてはね、あり得るかもしれないなって思うぐらい事務局の力って大きいんですよ。でね、議会のね、議会がじゃあ議会改革しましょうって決めるじゃないですか。でね、議会改革って実は仕事が増えるってことなんですよ。今までこれでこのレベルで済ませてた議会の仕事がね、もっとレベル上げるってことだから、仕事量、事務量が増えるってことなんです。これね、議会改革で一生懸命やってるっていうことで有名な四日市市のね、議会を小泉は一度見に行ったことがありまして、そこの議長さんは言ってました。議会改革やるってことは忙しくなるってことなんだよって。その通りなんですよね。で、もっと言うとね、議員だけじゃないんですよ。それを支えている議会事務局もそれに伴って議員の2倍3倍忙しくなってしまう。それが議会改革なんですよ。だ、例えばね、議会報告会、これやりますよ。やる前にね、じゃあ資料作るべとなった時は、その議会報告会、じゃあどういう資料を作るかってことは、もちろん議会で議員がね、話し合うけれども、その資料、一生懸命こさえるので、どうしてもやっぱりね、今の長野市の議会だと、議会事務局の力必要なんです。これ現実です。で、議会のね、会議録、今まで本会議のだけのものをね、
長野市議会の場合はホームページにアップしてました。それじゃダメだよ、情報公開だよ議会もっていうんで、委員会の議事録もね載るようになったんです。だけどそれもね、議員が議事録会議録書き起こすわけじゃないんですよ。事務局の力なんですよ、そういうのができるのは。だから議会はね、改革するよって言って、よしやろうって言って決めれば、ある意味、じゃあ決めたから事務局これお願いって、そういう世界だったりするんですよね。だから事務局の力っていうのがね、議会改革絶対必要なんです。で、ところが、議会改革長野市議会一生懸命進めてきた。その分、事務局がね、忙しくなっているってことが、実は、分かってらっしゃらない、そういうところに思いが至っていない議員というのが実に多い。これ、小泉は、実はね、もう去年のうちからね、これまずいんじゃねえかと思ってたんです。去年の5月の議会報告会、その前後、本当に大変そうでした。職員の方々。遅くまで残ってます。でもね、議員はね、他の議員はほとんどそんなこと気がついてないんですよ。なぜかといえば、議員は残業しませんから。小泉はね、ちょっとオタッキーな議員なんで、控え室ね、議員控え室こもって、8時、9時、10時まで仕事をしちゃうときあります。なんかね、パソコンとかとか、叩きながら、やってることある。そうするとね、あれ、まだ残ってるよ、職員の人たち。っていうことがね、だん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 増えて長くなってきた。そういう実感が去年からありました。それでなんとなくね、疲れてるような顔している。だよね、議員はそんなことね、やっぱり気にしないんですよ。そこがまた議員さんなんですけど。でね、去年の段階でもね、気になっていて、今年ね、改めてね、これちょっと資料ね、こんな風なんですよ。数字としてあげますとね、平成21年度もうこのぐらい、なんだっけ、数字を読みますと、21年の5年前はね、852時間。で、25年度、去年は2077時間って、これだんだん増えてきちゃってるんです。で、これ去年は、これちょうど議会報告会やった年で、ズバンとね、上がっちゃってるでしょ、これだけ。これ人は増えてないですからね。むしろ人は、管理職に上がった人が、一人増えちゃったから、残業つけらんない人が出ちゃって、それでこれなんですよ。だから実際もっともっと増えている。でね、小泉そういうのを見ていて、実は去年のね、去年小泉は改革長野っていう会派にいました。で、改革長野の中で問題提起したんです。職員大変ですよ。これじゃ議会改革どころじゃないですよ。職員、議会事務局あっての我々議員ですってことを訴えた。で、これもね、なんとか事務局の職員の方増えて事務局機能をアップさせる、それを訴えるのが議会改革の会派改革長野のやるべきことですって訴えました。で、そしたらね、じゃあ小泉、じゃあ俺ちょっと俺に任せろって長老のしおり議員が任せたんだけど、何にもやんないんですよ。それで会うとき、どうなってるんですかって聞いた。いや、事務局の職員そんなに忙しそうでもないじゃんみたいなこと言うんですよね。それで小泉頭きちゃって、何言ってんですか、話が違うじゃないですかって、もうけんけんがくがくやって、それが実はクビになった原因の一つかもなと、会派をね出ていけって言われた原因の一つなのかもなって小泉は今にして思いますけれども、まあそれは置いといて、でね、その後小泉も会派を出てね、なんか、それ、なんかその後いろいろ市長選挙とかね、あとはな、後援会の会長さんがね、亡くなったりして、ちょっとしょぼんしちゃってた時もあって、正直言ってね、すいません、議会事務局忙しかったよなっていう話ね、しばらくね、ちょっと問題ね、こう、コミットする気分がなかなかなかったんですよね。本当にごめんなさい。でね、そうこうしてるうちに今年のね、議会報告会またやろうっていう時期、今年の5月になってきて、その前にね、一つ大きな異変がありまして、実はね、本当におかわいそうなんで、50代のね、課長補佐の方亡くなったんですよ。で、小泉はね、それ見て、あ、しまったと思いましたよね。俺去年のうちから
本当にね、あの会話飛び出してこれを真剣に訴えなかったよなと本当にその時ね後悔しました。まああのね、もちろんその亡くなった方がね過労死だったっていう判断だったわけじゃないですよ、だったわけじゃないわけじゃないけれども、やっぱりね50代の若さでね、あの突然亡くなられたんですよ。それまでお元気であったんですよね、小泉ともあの挨拶なんかじゃ話なんかもちゃんとしてね。でやっぱりね、そんなお亡くなりの仕方されたんで、あ、小泉もうちょっとなんかしっかりやっとけばもしかしたらね違う結果もあったんじゃないかなって、それがすごくね後悔としてあるんです。で早速6月になってね、まああの5月はその議会報告会の話もあったり、6月になってで、それで議会からあの事務局から資料も取ってね、こんな数字ももらって、で各会派ね全部回ったんですよ。昔いた改革長野もね、で頼みづらかったけども行ったんです。でもちろん親友会最大会派にも行ったし、共産党にも行ったし、公明党にも行ったし、それから無所属の議員ね3人小泉含めているあと2人も回りましたよ。こういうね、こんなような文章持ってたんです。こんなようなの、こんなようなのっていうのは、あの当初とね違って6月の時点はもうちょっと違ったんですけども、これどういうのかというと、議会事務局体制の充実強化についてっていうことをね、これを議長に挙げようじゃないかと。なんで議長かっていうと、あの議会のね事務局の人事権持ってるっていうのは議長さんなんですね。だから議長にこういう書類挙げてね、ちょっと一緒に問題意識を共有して議会として対応していかなきゃいけないじゃないか。でこれをね小泉だけじゃなくてみんなで名前書いてね議長にお願いしますってやりましょうよってことをね、全会派全議員呼びかけましたね。ここに書いてありますが、あの、2070、あ、なんだ、平成25年度では2077時間もね残業だと、5年前は852時間だったと。で、あの目標としては1180時間に抑えるってことなんだけど、2077時間もねあるんですよね。で今後も議会改革を進めていくことと同時に、議会事務局が無理なく改革を支援できる体制を整えていくことについて議会は関心を払うべきであるというのは小泉の主張でした。でね、いろいろ調べて調査した後は必要であれば職員課、つまり人事やっているね市長部局の部署です、そこに提言等による議会としての対応をしていくべきではないか、これをね上げていこうよ皆さんって呼びかけた6月で、誰もねいいねやろうって、あのね誰もいいねやろうって言わなかったっていうか、最初のうちはねいいね小泉くんっていう反応結構あったんですよ。ありました。だけどね、あ、そうですか、じゃあだけどここ直してねとか言われて、あ、じゃあ分かりました分かりました小泉直して持っていくとね違うんですよね態度。いや小泉くんでもね議会事務局だけじゃないよね、忙しいのきっとって、市長部局のね部署だって忙しがってるとか忙しがってる、議会だけがねそんなわがまま通そうとしていいのかって、なんかねそんなことねなんかまるで裏で示し合わせたみたいにみんな言うんですよ。あれどうしちゃったのかなと思って、それでもね分かりました分かりましたって、じゃあもうちょっともうちょっとってやって、じゃあ9月議会になったらなんとかって、とうとう9月になっちゃって、9月議会になっても誰もね一緒に同調してくれない、じゃあ分かったって言うんで、小泉は9月ね19日やっとね議会始まってから、じゃあ俺だけで出さなきゃしょうがねえということで諦めはついて出しました。でね出したんですよそれでね、で小泉が言うことなんで聞いてくれるのが俺の不徳の致すところだなと思っていたら、実はね10月になって決算特別委員会っていうのがあるんですよね。で小泉も決算特別委員になってて、でそこでね各部署ごとの予算執行状況を審査するんですよ。でその中でもちろんね事務局、議会事務局のことも質問する機会があって、でなんだ人件費に絡めてね聞くこともできるんで、どうなってるんですか事務局の残業の話は、増えてませんかって聞いたんです。増えてます、どう対応するんですかって聞いた。でね事務局長は
人を増やすことも含めて検討しますって言ったんですよ。で、小泉はね、ちょっとびっくりして、あれ、そんな話聞いてねえよって俺思って、あれ、本当にそれでいいのって確認しました。でね、そしたらね、人員増の要望をしていきたい、事務の合理化も考えて、あ、それは当然ですよね。どの組織でも事務の合理化しなきゃいけない。で、場合によってはね、議員の方の協力もお願いするっていう言葉もいただいた。それもね、俺は本当に嬉しかったです。あのね、困った時はね、お互い助け合わなきゃいけないですよ、議会の事務局と議員。ね、こんなことね、議員がやるから他の仕事やってくれよって、それを言ってほしいと、小泉もね、本当はそこまで言いたかったけど、なかなかね、それどころじゃない、その手前で止まっちゃったから。でね、で、議長とはどうなってるの、さっきね、言いましたよね、こっちの方の話で、よいしょよいしょ、こっちだからこれ議長なんですよ。なんで議長かって言えば、議会事務局の人事権握ってるのは議長なんです。ね、だから議長はじゃあどう思ってる、議長がそんなこと言ったってやろうよって言わなきゃダメでしょって言ったら、議長ともね、その申し上げた説明したことについては相談しながらやってきているって言うんですよ。で、いつからなんですか。10月からそういう話を議長と始めました。ああ、じゃあ小泉がね、9月にこの文書を出したことってもしかしたら少しは意義があったのかなと思って、小泉はね、ちょっとね、ちょっと嬉しくなったって、そういう話です。だけどね、皆さんね、考えてください。あの、議会もね、動かないんですよ、なかなか。これが議会改革だなんてやっててね、自分たちの口だけでできることはやろうとする、ね、議会改革で報告会やろうよ、それは、ね、だからもちろん多少は大変ですよ、みんなでね、話し合わなきゃいけない。だけど体を動かす、そのね、肝心の実動部隊をきちんと整えていかなければいけないっていう、そのどうしても必要な段になると、なんか市民から見て議会だけ突出しちゃって、そんなことやってていいのっていう話になぜかなっちゃうんです。小泉はそれでいいと思うんですよ。だけど、だってね、議会が充実してなければ、その市長部局、行政部局の行政改革、ここはね、減らしてもこっちはね、じゃあ重点的につけようと、そういうことが本当に正しく行われているのかどうかっていうのをチェックするのが議会でしょ。その機能が充実させるのが議会事務局の人員増であるというふうに議会が判断するんであれば、それ堂々と言えばいいと思うんですよ。誰に対しても、市長に対しても、職員課に対しても、市民に対しても、議会に必要なんだと、長野市のためなんです。なんでそれがね、できないのかってことがね、本当に不思議です。小泉はね、県庁のね、職員だった経験があって、一人一人と話すとね、まっとうなこと言うんですよ。今回もそうだったじゃないですか。最初にね、議員一人一人に当たってね、あ、小泉君それそうだよねって言ってくれる。だけどね、なんか知らないけど、みんなと話してるうちにね、なんかモヤモヤした話になってきて、なんか難しくなってきたなみたいな風になっちゃうんですよ。で、小泉もね、今回反省してるの、考えすぎちゃいけないなと。俺はね、せっかく無所属無会派というね、有利な立場にいるんですよ。有利な立場なんです、小泉は。その立場をね、最大限に発揮していくような活動を今後もね、していかなければいけない。本当に今回はね、いろいろ考えさせられた一件だったのが、議会のね、事務局増やしましょうっていう話でした。それで一番ね、驚いて嬉しかったのは、議長は実はちゃんと考えてくれていたんだなっていうところですよ。議長は小泉ね、ちょっと冷たいところもあるけれども、でもやっぱりね、通じ合うところ、本当に議会のことを真剣に考えればね、一緒なんだなってこと、小泉はそこもね、思いが至りました。ということで、今日の小泉ちゃん終わりです。ね、小泉一馬 .jp 新しいサイトにもアクセスしてください。小泉一馬でございました。ありがとうございます。